京都仁和寺、世界遺産にも登録される真言宗御室派総本山のこの寺で、日本の伝統美を追求するアーティストの展覧会が行われていた。ハウと違うなっていうのもね。創作着物作家西村千住、一番わかりやすいかな。日本の伝統的な染めを独自の技術で編み出し、これまでの着物の概念を覆してきた。あの水ってね、燃えるとか、バーッと分け出すと何になるかね、竜になる。あ、多分海外の人には逆に日本の着物を使うっていうのは、この印象深いと思いますよ。西村の染めは東流染めと呼ばれる。陶器に使われる粘土を使って染め上げるのが特徴である。西村がこだわり続ける色を追い求め、試行錯誤の末にようやくたどり着いた技法である。実はその東流染めを作るっていうことに一番初めに考えたことは、陶器のあの質感、あの質感を獣にしたいなっていう、本当のその釉薬とか粘土とか土とかを使って染めていった。で、一つの帯が染め上がったんだけども曲がらないっていう、もうほんまに陶板みたいな。それを柔らかくする方法、その陶器の質感っていうか、そういう硬さを抜いていくっていうことはどうしたらいいかっていうことを考えていくうちに、そのガイロメっていう粘土なんだけども、そのガイロメっていう粘土を色を染めてガイロメを置いて、色を染めてガイロメを置いてっていうふうに色を重ねていくと、その色は混ざらないで重なっていくということに気がついたよね。そうして生み出された着物たち、最初は着物の一部分しか染められなかったというが、今では着物全体を美しい色に染め上げるまでに進化した。東流染めの本質は色合いにあると西村は言う。プリントなどとは違い、色を重ねて何層にも塗り重ねていくことで、色のその奥に色を感じることができるのである。こういう風な色がね、これが元色なんですよ。このパーセンテージでこの色を入れていくと絶対にこの色になる。そのデータなんですよね。そのデータがもういっぱいこう、もう何万ってあるんですよ。で、それで一つの作品っていうのができていく。しかし、これはこれでもう一つの作品みたいなことでずっとできていく。その元色なんです。何十万色ってあると思うんですけども、でその中の色の組み合わせなんですよね。そういうのを、作っていってるって。しかし、本当はここにあるこういうのが西村工房の命なんです。もう一つの特徴はその技法にある。一枚の大きな生地にまるで絵でも描くように染めていく。そう、東流染めには下絵などはないのである。
大まかな図案を考案した際にはもうその時点ですでにどの色を組み合わせどう染めていくかは計算し尽くされているのである。炎を作るっていうあの炎が実はこれ2作目で1作目があるんですね。その1作目が普通の炎赤い炎その赤い炎を染めたんですよね。でその赤い炎に対して青い炎ガストの炎みたいなもんを作ろうかなっていうふうに思って、でガス火の炎だから奥行き感がない、本当にこう熱いっていうその青いんだけども熱いっていうのをまあ頭の中に置いてずっと染めていったんですよね。でその青い炎っていうことで青煙っていう青い炎で青煙っていう名前をつけたっていう、メラメラと燃えてるっていうんじゃなくてガス火のようにもうブワーっていうふうにこう単細で燃えてますっていうふうにするにはどないしたらいいんやろっていうところにちょっとこう知恵を絞ったっていうか、いろんな色を使わないで単細的にあげようっていうのがあって、その中に色をいろいろに混ぜていく混ざり合わせていくっていうこともあるっていうこととその2つをこう併用していったっていう、そういう染め方ですね。西村千住によって編み出された東流染めは芸能人や相撲界にも広がりを見せる。着物の他にもしこ名の入った座布団など東流染めのファンは確実に広がっている。そして海外にまでもその名を知られるようになってきた。ここは中東屈指の観光都市ドバイ。イスラム世界で使用される衣装の一つにアバヤと呼ばれるものがある。女性の体のラインを最大限に隠すことができ、外出時には着用が義務付けられているこの衣装、西村が手掛けるとこのようになる。宗教的な伝統を守りつつも斬新なデザインで世界の人々の暮らしに彩りを加える。東流染めの可能性を示した作品である。他にも着物を別次元で捉えアートとして発信できはしないかという試みにも取り組んでいる。本来着物は縦の図案だが横にして額に入れたらそれだけで立派なアート作品になることを証明してみせた。女性の人が本当にまあどなたでも持ってはるんやけども品の良さ上品さっていうそういうものを醸し出してくれる着物、その着物が一番いいと思ってんですよ。それでその着物がほんまに綺麗で美しくて目立っていくっていうんじゃなくて、その着物を着ることによってその着物を着た女性の人が上品な感じで前に出てこれるっていうふわっとしたそのほんまに何とも言えない品の良さが醸し出せる着物、それが僕は一番いい着物やっていうふうに思ってるね。そういう着物を作っていこうっていうふうにそれは思ってます。